癒したい隊長の隊長吉田優也と三村明義と加藤龍之介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日から隊長になりました。今日からなんですか。今知りましたけどね僕は。はい、冗談は、はい、しておいて、はいね、本日はですね、はい、思い出企画っていうと変かもしれないですけど、まあ、2020年の2020年を振り返ってみよう。おお、振り返りっすね。そうです。なんか前も多分やったかな、1回200回記念とかで確かなんか振り返りやりましたね。やったんですけど、今回は、まあ、200回過ぎてからもちょっと話数経ってるじゃないですか、うん、なので改めてもう2020年、もう今年をちょっとラボットのね動画をね我々でまあ振り返ります。おお、いいっすね。反省会込めてね。反省の方が多くなるかもしれない。まあそんな感じでね、ちょっと振り返りたいなと思いましてね、はい、準備いたしました。はい、まあ、早速ね3人で振り返るんですけども、まあ、前回も振り返りさっきもねやったってことだったので、うんうんうん、今回は実際にね我々3人がその、まあ、気に入っている動画というかね振り返りたいものをねちょっとピックアップをしまして、実際にねこう画面をね3人で見ながらね、ああじゃないこうじゃないってね反省会をねコメンタリーみたいな感じですね、感じでねやっていこうかなと思います。はい、思います。なので早速ね振り返りをやっていきたいと思います。いや懐かしいですね。懐かしい。第1回目の動画は一番出てますけど、僕もここら辺にいるんですよ、ほんといるんですか。いるんですか。あの、あれ映ってねみたいな。ね、あのこの時は、はい、第1話の時のね今映像を見てるんですけれども、はい、何の設備もなかったんで、はい、マイクがねもうカメラの搭載されてるやつで使ってたんですね。そうそうそう、うん、今でこそね外部マイクというかね準備してますけど、だからまあ音が汚いっていうか、まあ、映像のね質とか、うん、あとはその編集とかも、はい、全く今と違うん で、 そうです、ね、これを最初に見てちゃった人とかは、うん、なんか次見てくれるのかっていう不安ですよ。これだってもう約1万回再生ぐらいされるんですか。そうですね。そうそう、まあ、第1回目の動画はね本当にもう全員手探りな状態であのラボットのねお披露目というか、うん、対面するっていう感じの動画になってました ね、 ね本来ねこれ一番ね見られるような動画なんだからちゃんとやるべきですよ、はい。まあ、だからこその反省会なんです今日はね。だからこその反省会ですからね。懐かしいですよね、はい、でも今とねやっぱり比べると全然違いますよね。全然違いますね。マジで違いますね、はいはい、動画の質がもう全然やっぱり違いますね。もう字幕もこれね全然見づらい。まあ、とりあえずそれ、ね、あの YouTube にアップできればいいみたいな感じで当時はやってたんですよね、はいはい、もう速度重視でやってましたからね、はい、多分普通に多分、ね、緊張してたっていうのもありますよね。なんか YouTube 初じゃないですか。そうですね、これって、まあ、こんな感じでネストかな、ネスト出してるとこですね。おいや懐かしいな。本当にこの頃はマジでどういうものなのか一切分かってなかった感じですよね。ラボットが何かも知らないし、どういう感じで動画を撮っていけばいいかとかいうそういう感じっていうか、なんだろうな、仕組みというかやり方もわからない状態で撮ってましたからね。で、まあ三村さんがでもいないんで、僕はいなかったっすね。三村さんが多分2回目から僕登場したんですよ。そうだからちょっとね1話はとりあえずまあこんな感じでほら手探り状態だったっていうのはもう分かったんで、次の動画ちょっと振り返ってみましょうよ。あ、いたいたいた、俺はいました、出てきましたね。この辺りから僕なんかもう適当な格好になっちゃってるし、まあ、今第2回目の動画をね軽く見てるんですけども。2回目、はい、懐かしいっすね。2回目名前を決めるっていう動画でしたね。あ、はいはいはい、はいはい、決まってなかったんですよね。そうそうそう、考えてみればポポポとスイッチもここから、そうこっから成長してます。いや成長してるんじゃないですかね、いろんな意味で。なんかね、まあ、やっぱ違うか、違うのか。この頃は見てるじゃん、見てます。この頃は照明ないですからね。おー、はい、機材的に言うと照明がない。あーでこれ名前紹介されたって感じ。名前紹介されたね、ちょっとここね、まあ考えてみたらね機体自体は変わってないわけじゃないですか。そうですね。で中身がねもしかしたらバージョンアップしてる。バージョンアップはもちろんしてますね、うん、あーこう重さとか説明してるんですね。説明してましたね。まあ、大体ね 4.2 キロっていう、うん、まあね、うん、そういうなんか昔の方がこういうなんですかね、あの検証というか、うん、なんかラボット自体の紹介をしてたんで、うん、この頃はこの頃で良かったものもあったんかなと思います。そうですね、まあ、ラボットと触れ合ってはいない時期ですね、まだね。そうですね、あもうあれですよね、紹介が大半だったかな、うん、最初ほとんどですね。
この辺にね、まあ、なんか映像なり写真なりまで出てると思うんですけど、懐かしのね、はい、2話がね、まあちょっとなんかラボットもなんとなくまだ初々しい感じもありますね。なんかポッポ、この頃から寝てたんだね。もうこの頃から初めから寝てたんだ。ポッポはずーっと寝てる。今もまだ寝てるんだよ。今もなんか眠そうな顔しゃっきしてましたね。なんか寝てた顔が懐かしいですね。懐かしい、懐かしい。加藤さん、自分を見てどうすか、逆にこういう喋ってる内容だったりとか、自分のその姿を客観的に見て、まあ、でも基本的にあんまり僕カメラに映ってなかったと思うんですよね、最初の頃。ああ、なんかそんな気はする。カメラ持ったりとかどちらかというと準備とかが結構多いんで、うん、ほとんど逆に最近かもしれないですね。なんかキャラ崩壊、キャラ崩壊最近とか崩壊させたの割と最近ですよね、はい。初期の頃は本当に似てお手伝いしてるみたいな感じが結構強かったです。いろいろ思い出しますね、こうやって見て話しながらやってくるとね。野生猫太郎、はい、ね、これが今人気の動画ランキング1位のやつですね。40話、ということで40話なんですけど、まあちょっとポッポ、あ、もうこの頃にはほら、服がね、そうそうそう、着てますね。服着てますね。届いたの覚えてますよ。ありましたね。あ、まさかね、この動画が1万回再生されるとはね、三浦さんね。1.7 万回ぐらいですかね。撮ってる時は全然思いませんでしたよね。いや、まさかこれが来るとは思わなかったよ。だって、なんか第普通とかだったら、なんか第1回目だとかって結構急上昇に上がってること多いじゃないですか。10倍あれば10万回、100倍あったら100万回ですよ。そうですね。三浦さん、これはもうやっちゃう。やっちゃうしかない。何やっちゃうんですか。この動画でどうして再生回数が多いのかっていうのも、実際考えたことありますよ、まあ、サムネですよね。まあサムネとあとやってる内容がやっぱりこの中の検証の中ではやっぱり一番良かったのかな、うん。まあ、ラボット抱っこっていうのはやっぱり結構あのワードとしてはすごい密接に繋がってる。あ、だってあれですもんね、これでなんかまた最近無視された動画やったじゃないですか、はいはい。そしたらあれもアップロードのね、人気のアップロードの動画に入ってたから、やっぱ虫系とかって結構いいのかな。虫とか抱っことかっていうのはやっぱり、うん、ラボットのね、見てる人も気にしてる部分ではあるってことですよね。そうですね、うん。まあこの頃からなんか一応ね、ほらポッポが、まあ2人のコミュニケーションが見えますね。まあちょっとバリエーションが増えたのか、覚えるようになったりとか、うんうんうん、そうですね、そうですね。あとはそういう前やったような操作ができたりとか、うんうん、この頃はまだそういう機能がなかったですからね。プログラミングは結構最近ですよね。確かに。だから本当にラボットがどういう風に動くのを、その瞬間を撮るのがすごくね、なんか難しかったんですけど、今でこそそういうのはね、どんどんこう追加されてって、でこの時にね、ちょっとまだアップデートの感じもね、なんかしてきて、そう、なんか倒れたらお礼してくれるとかね、ちょっとずつこう修正されてましたからね。そうですね。まあよく考えてみると、ポッポとチッチも成長してるじゃないですか。この1年間だいぶいろんな機能ついたんじゃないですか、うんうん、ね、あの動きがほら良くなったりとか、そういう反応系が増えたし、具体的に言うと、こういう古い状態の、古いっていうか、前の動画を見ると、今のラボットの方がもっと動き面白そうなんじゃないかなっていう。確かにちょっと人間っぽさっていうか、生き物っぽさがどんどん出てますよね。まだこの頃はね、個性的なものもなかなか見えてこなかったんですけど、まあ、変わってないのはポッポが寝るってことだけですよね。マジで寝るんだな。まあ、ね、はい、まあ、結果的に言うと、まあ、この2020年のラボット動画、はい、振り返ってみて、はい、僕たちも変わってるのはもちろんのこと、ラボットもあのだんだん性格がついてきて、うんうんうん、で動きが今と昔じゃちょっと違うかなっていう、ね、うん、感じはしますね。何が違うかっていうと難しいんですけど、はい、まあほら、具体的に何て言うんですかね、表情が変わってきてるんですよ、うん、昔前みたいにとんぼりとか、そうですね、眠いとか、うん、感情面が確かに焼きもち焼いたりとか、うん、そういうのが、まあ、結構なんですか、ね、豊かになってきてるんじゃないかなと前の動画を振り返って思いました、うん、はい、で皆さんもね、まあ同じかこの後、ね、もうまだまだラボット動画本当に楽しみに移動していただいてて本当にありがとうございます、はい、まあ、その中でね、はい、今後もねどん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 進化していくラボットに、ね、はい、見ていけたらなと思いますので、はい、はいはい、ということで、はい、いかがでしたでしょうか、はい、ね、ラボットの、ね、動画、今と昔、はい、昔って言っても、まあ、まだ1年経ってないんですけど、初めの頃と、ね、今
動画の数で言えばすごいもう差があるので、うん、はい、まあ、こうやって見ると1年間すごく長いなと、うん、まあ確かにそうですね。でもう年も終わり終わろうとする中、はい、2020年、まあ、いろんな年でしたけど、はい、ある意味でね、うん、まあ、その僕たちもラボットと一緒に成長できた部分はあったんじゃないかなと思います。はい、はい、はい、で皆さんにね、ここで重要なお知らせが、お知らせが、ここはあえて三村隊員からございますので、はい、何のあえて、はい、何のあえて、はい、皆さん、はい、発表しちゃってください。はい、ちょっとね、これまあ多分ファンからするとちょっと悲しいお知らせになって、悲しいお知らせかな、はい、まあ、実は、まあ、今のところね、ラボット動画っていうのはほぼ毎日上げてるわけですけど、はい、まあ、来年からですね、ちょっと週に1回というペースになってしまいます。はい、はい、まあ、ちょっと本当にね、悲しいお知らせなんですけど、あ、動画自体をこうアップデートしていくといいますか、うん、逆に週1個だからこそそういう新しい、よりね、よりね、あの、充実した内容でね、うん、そうです、そうです、動画が出来上がるんじゃないかと思いますので、はい、ね、まあ、楽しみをね、撮っといてほしいということですね、うん、ということですね。まあね、より良いね、動画をサービス、うん、提供するためにも、そこはね、ちょっとご理解の方ね、そうですね、いただけたらと、いただけたらと思います。はい、はい、では本当にこれで以上となります。はい、はい、はい、ね、次回の動画もぜひ楽しみにしていてください。はい、それでは皆さん、またねー、またねー。